こんにちは、体のエダ10万円勝負です。今日は2022年の11月26日、時刻は23時38分になります。現在のエダコインの値段は 44.8 円ということでね、ちょっと密かに、願ってた 44.5 円をね、超えて少しほっとしております。はい、今これ10分足なんですけど、ちょうど今の時間ね、ちょんとまた跳ねて45円にね、近づこうとしてます。今日1日はですね、これ今1時間に変えたんですけど、昨日のお昼に底をつけてからずっと上がってきてるんですね。で、今日の午前中にね、またポコーンと上がって、44.5 円に近いところまで来て、おお、よしよしと思ったら、さらにね、今夜になって、こう少しずつ上がってきてるので、早くね、45円。これをもうちょっと、1時間で長く見ると、今ね、ちょうどここら辺、今なかなか超えなくて、今ここまで来たんですよね。だからここをちょっとググッと超えて、今度はね、ここら辺の水準をこう、だんだんこう、乗り越えてね、行ってくれるといいなと思いますね。でも、300円から200円、200円から100円に来た時にね、まさかここの40円かそこらで、うろうろするのをね、本当に予想してたでしょうかね。まあ、下がる、長期的に下がるって言ってた方も確かにいらっしゃるんですけど、はい、自分はね、もうとても考えてなかったです。はい、ですこれ月足ですけどね、ここ、だいぶ下に伸びちゃったんで、あと5日ぐらいですけどね、ここに下ヒゲがね、結構長くできてくれるといいなというところですね。ではツイッター見ていきます。はい、ゆうたさん、10分で読める体のサミット東京前夜祭の発表内容一覧、メタフロンティア、もろもろということ、ちょっと見ますね。はい、10分で読める体のサミット東京前夜祭の発表内容一覧ということで、こちらメタフロンティア、影山さん、IOG 宮滝さん、アクロスロード津田さん、イルミテック三代川さんというのかな、VMA プラス高橋さん、スケーラブリー山本さん、8つのプロジェクトということですね。で、その後に、奏者スノーステルさん、ビットバンクの鈴木さん、はい、そして、林さん、ユーニャさんの方が皆さんわかるかな。はい、で、SPO ギルド、秋尾さん、BTU さん、オッチーさん、はい、ということでね、動画も入ってます。本当に中身の濃いイベントでしたね。ぜひこれ見てください。1時間40分あるので、ちょっと長いんですけど、まあ、特にやっぱ見ておかないといけないと思うのは、この宮武さんのね、報告したやつだと思います。まあ、宮武さんとそこに近い企業の方々。他は皆さんご存知のやつがね、まあ、ユーニャさんとか、ソーシャスさんとか、多かったと思うし、まあ、ジャパンギルドはあまりご存じない方もいらっしゃると思いますけど、この宮武さんの報告はね、ちょっともうちょっと見ていきたいと思います。で、この上にですね、このプレゼンテーションの資料がね、ついてるので、これも見てもらえばいいと思うんですけど、ちょっとこれをね、ちょっと見てみましょう。はい、こんな感じで、体の脳、社会実装と日本コミュニティへの提案ということで、宮武さん以下ね、関係者の方々ということなんですよね。はい、なのでこれ結構他であんまり情報発信してないんじゃないのかなと思うんですよね。はい、なのでゆっくり見てほしいし、ここでもちょっとパラパラと今見ていきたいと思うんですけど、はい、取り組みたいミスの1ということで、吉野川梅酒、ここは多分セットだと思いますけどね、ここ APPP アタラですね。で、 BMP 社の電通、ここは、まあ、ここもアタラ、まあ、ここら辺はちょっと似たような感じかな。で、サイモンズ、シポサのところですね。で、CNFT の拡大、NFT ファイ、フォビ、ビトン取引所関係ということですね。これが実績ということですね。はい、で、私がね、よく知らなかったので、これ進んでるんだなって思ったのがこちらですね。皆さんご存知でしたかね。DID 調査研究、アイズベース。福島県の会津大学と連携し、アトラプリズムを研究し、メタバースアイディアを応用する研究を行うと、サステナブルアパレルのトレーサビリティ、廃棄される土へ変える衣服と体のトレーサビリティ技術を組み合わせてビジネス導入を検証、ライブ NFT、ライブ中に NFT を生成できるプラットフォームを開発すると。まあ、言われてみれば、私自身もね、何回か宮滝さんの口から聞いてるんですけど、まあ、進捗だとかね、こんな風にやってるよっていうのはもう、なかなか、そんなにしょっちゅう情報発信してないと思うので、はい、進んでるんだなという感じで、これが聞けてよかったなと思います。はい、で、このあたりの技術開発をしている会社が、
この津田さんの会社で、体のみんな、ね、勉強して技術ありますよと。で、もともとはポリゴンとかで、いろいろやってた会社ですけど、カルダノのプルタスパイオニアプログラムをみんなね、マスターして、で、この辺って結構英語なので、なかなか英語でね、やれる人が少なかったりするんだけど、日本人こんだけですよね。ただ、もともとこの会社のチームが、海外のメンバーも半分近くいるというようなところで、こういうね、まあ、もう国だけ見た、国のこの見ただけでね、なんか優秀そうですよね、すごく。はい、ということで、技術ありますよということでした。はい、で、会津大学って、なんていうのかな、いろんなトライをね、ブロックチェーン関係やってるところですよね。はい、で、そこに入っていって、メタバース ID、と、まあ、デアリーをメタバースで応用する仕組みをやってると。はい、で、サステナビリティですね、トレーサビリティということです。で、RFID ですね、タグにつけて。トレースをできるようにすると、はい、でこれはライブ中に、そこの、まあ、その瞬間の、ね、写真を、NFT にするということでスピードが、ね、すごい大事だと言ってました、はい、でこれは、ファンド8で得たお金をきっかけに、きっかけというかを使ってやってますよということでした、はい、で次に、ね、これからあるファンド10ですね、そこにも出して、今度はもっと違うことをね、さらにやっていこうということです。マスクド CNFT、カルダのトークンを生かした子どもトークンエコノミー、飲料のトレーサビリティ、ゴルフ練習場買い向けアプリと。はい、これらをね、またファンド10で、宮崎さんを中心に、資金調達、カタリストを出していくということですので、また中身をよく聞いて、いいと思ったらね、ぜひ投票してみてくれればいいかなと思いますし、まあ、やっぱり宮崎さんが動くっていうことは、しっかりね、進んでいくということだと思うので、我々の楽しみにもなるし、体のも広がっていくと思うのでね、はい、ちょっと覚えておいていただけるといいかなと思います。はい、のりさん、カルダノのいい UTX を本当に強力ですね。これスマートコントラクトと組み合わせるとさらにすごい。いずれウロボロス、レイオスで実現される高速トランザクション処理も UTX だからこそできる技です。カルダノが UTX を選んだ理由がこれからどんどんわかりますと。それが何をもとに言ってるかというと、ジャパンギルドからですね、アンケート回答の20エダプレゼントキャンペーン当選者に20エダ送りさせていただきました。カルダノはワントランザクションで複数宛先に一斉送信できて手数料も断然お得ですと。いうことで、このようにね、いっぺんに送りましたよと、まあ、さすがにね、さすがにね、さすがあれですね、ちゃんと皆さんにこういう技術的なところをね、教えようっていう、ね、みんなでこう、すごさをシェアしようっていうのがにじみ出て、すごいいいなと思ったんですけど、はい、教えてもらってありがとうございますっていう感じ。で、この中にね、80人ぐらいに、80人当たり20人が当たりっていうことだったので、ちょっとね、応募した方は自分のウォレット見て、いただければどうかなと思います。はい、もう一個のりさん、ウロボロスレイオスで新しく追加されるブロックは、より少量の委任でも生成のチャンスがあることが期待できます。報酬がより細かい形に再配分されることにより、小規模プールは報酬ゼロのエポックが続く悩みから解放されるかもしれませんということで、まあ、のりさんも、まあ、私もですけどね、報酬ゼロのエポックっていうのがね、ちょっと出るので、ちょっと厳しいところがありますね、小さいプールはね。はい、で、それが解消されるんじゃないかということですね。はい、はい、ランケットさん、明日、新大阪で、15時からミートアップ開催予定です。お時間合う方、お越しください。ちょっとまあ、今言ってもね、間に合う方いないかもしれませんけど、空き枠はこの時ではね、まだあったということですのでね、興味ある方はぜひ。はい、愛知さん、JPEG ストアでクレカとウォレットがあれば NFT を購入できるサービスをクレイネーションで、テスト中と、購入画面で Buy with クレジットカードの表記があると、ADA 価格が下落している現在、現金購入がありがたいかも、今後広まることを期待ということでね、はい、これが成功してね、一般に使えるようになるとまた広がると思いますね。はい、もう一個、フリントウォレットを使っていらっしゃる方いますか？はい、使ってます。もともとモバイルの中ではかなり使いやすいと思うのですが、Face ID にも対応しました。DApps との連携もしやすく、また使いやすい機能と見た目でおすすめですということで、ちょっと私、ちらっとやってみたけど、うまくできなくて、はい、またね、ちょっとやってみたいと思います。
はい、チアロさん、ピアノイズヒアということでね、ヤマハの、まあこれは電子ピアノなのかな、はい、をね、買ったということですね。ヤマハなので、私ちょっと地元がね、の企業がヤマハなので、ちょっと親近感があってこれ拾ったんですけど、はい、チアロさんピアノ弾くんですよね。はい、あとピアノ、このヤマハのでちょっと話しておりますけど、静岡の浜松の駅のホームを新幹線降りると、改札出なくても、駅の売店とかの近くに、ヤマハのブースがあって、で、バイクはないかな、ピアノがね、よく置いてあるんですよ。で、ギターとか置いてあって、で、YouTuber の方がね、弾いたりしてるので、ぜひ、東海道新幹線に乗る方はね、望み止まんないんだけど、ちらっとね、お時間あれば、腕に自信のある方、寄っていただけるといいかなと思います。で、大体ヤマハとスズキと、カエ楽器とか、あとたまにローランドとかあったりするんだけど、大きな会社がぐる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 、交代でね、ブースを2つあるので、2つ出していて、で、ヤマハがピアノ出して、スズキが、バイクとか軽自動車を置いたり、で、カエ楽器とヤマハが並ぶときは、カワイ楽器はまあ基本ね、ピアノのぐらいしかない、ぐらいしかないという言い方は悪いけど、ピアノになっちゃうので、その時はヤマハがね、気を利かして、ギターとかサクソフォンとか、オーディオとかね、コンピューター関係を、展示するとか、なかなかちょっとそういう微笑ましい、お互いを尊重している関係も見れていいなっていうのもあるんですけど、ちょっとね、時間がある時は寄ってみてはいかがでしょうか。ピアノ弾く時は自撮りもできるように、スマホをね、ちゃんと自分が映るように置けるように台もついてたりするんで、はい、よかったらどうぞ。はい、値段に戻るんですけど、話そらしちゃったからか、ガクンと急に落ちましたね。はい、まあこれ5分足なのですごく落ちたように見えるけど、そんな落ちてなくて、44.8 ぐらいから 44.2 ぐらいまで落ちたということですね。はい、44.2 円と、はい、14,012.9×44.2 円で元本が10万円ですので、計算しますと599,370円のプラスということになりまして、はい、519.4% のプラスということになりました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。